はい、ということでドッペルゲンガーの森に来ました。ドッペルゲンガーの森といえば、トゥインクルウィンキー、こいつを狩りに行く人がほとんどメインだったと思いますね。はい、というのも、トゥインクルウィンキーからは、フルメカシ、あ、フルメカシじゃない、ウィンキー帽子っていうのが手に入りまして、魔法攻撃力が比較的に上がる唯一の兜装備だったんですよね。で、その装備を狙う人たちが多くて、しかも比較的敵が強くなかったんですよね。ただしドッペルゲンガーといえば、PK エリアなので対人が当たり前に起きたような場所ですね。なんで、協定組とか、強いクラブメンバーの人が、もう仲が悪い人間的なような、人を見かけたりとか敵対してる人を見れば速攻で PK 仕掛けてくる場所だったんで、なかなか、一般人には倒しにくい場所でしたね。あとドッペルのイスピンはベレー帽っていうのを落としまして、ベレー帽を探す人もいましたね。ベレー帽っていうのはイスピンが持ってるベレー帽なんですけど、月能力が上がりまして、月技っていうで、それを落とす武器、あの防具でしたね。この音楽すごい好きだったんですよ、ドッペルの、かっこいいじゃないですか。この音楽を聴くためだけにわざわざ、そのドッペルに入った時もありました。あとこのダンスティングボンバーメンというモンスターからはゴフが落としまして、そう、お守り、このお守りからは確かなんか守れたいとかするためのアイテムだったんで使ってましたね。なんか集めてましたよく。まあまあここら辺は変わってないのかな。ここが PK エリアとしては狭かったんでみんな狩りましたよね。うん、腕試しというかその場所ではいました。もうドッペルなんてもうあれですよね、もう廃れてしまった場所なんで誰もいないのかな。要塞なんても多分やってないと思うんで、まあ知らないんですけど。このマクシミン・リフネク、マクシミンっていうドッペはこの五か月光剣っていうこの月を割る、月を切るようなエフェクト のスキルなんですけど、いやこれがねなかなか強くてクリティカルもなかなか高かったんですよね。でみんなマキシか対人としてはマキシかティチを使う人が多くて、まあティチの方が比較的に使ってる人が多いのかな。というのもバリアとレジストが使えまして、それで魔法攻撃力も比較的に相手の魔法防御とか攻撃力を防御できたんですよね。あとこのアイスミサイルっていう、今ちょっとエフェクト違うんですけど、アイスミサイルっていうスキルはアイスミサイル自体に命中補正が高くありまして、その命中補正が高いのを武器にマキシのシルフウィンドウとかに使う回避属性を上げるスキルを、の対処っていうか対処法として唯一ありましたね。マキシのシルフウィンドウっていうのはかなり強くて、移動速度も上がるし防御力も上がる、回避能力も上がるっていう、なんでマキシって結構優秀なバフだったんですよね。で、まあクロエムで初めてこのジョシュアっていうモンスター敵がいますけど、このジョシュアも一応昔実は小ネタとしてジョシュアってなってたんですよね。でも原作者の意向によってジョシュアっていう名前に変わったっていう。この今さっきのスキル、ルシアンが使ったスキル、あの風がぐるぐるになったやつは一応二次スキルとして出てましたね。これですね、二次スキル、まあ通称ルシアンイコール僕おしっこっていう名称なんですけどね。
クロエはね、MR の MP かが高ければ高いほど防御力は硬かったんで、今じゃだいぶ強くなってんじゃないのかな。どうなんだろう。クロエは優秀でしたね。ただクロエイコールバグメギって言って、クロエ自体が持ってる装備が初期からメギと同じような補正だったんですよね。それをうまく乱用して最初からメギ装備が大量に量産されたっていうのがクロエバグですね。いや、かの有名な。今思うとね、なんかテールウィキ見るとね、結構俺が辞めてからもね、バグが結構多くて、やっぱ相変わらずバグだけは有名に増えてんなと、うん、バグ、テイルズイコールバグだからな、俺の中では。いいゲームなんだけどね。ということで、まあ短いっていうか、まあマップが短いんであれですけど、ドッペルゲンガーの森の今現状をちょっとお伝えしました。